あ、はい、どうも、デニーです。リプテンです。タコさんです。はい、ミキです。ということで、ハードのプラントに来ました。イエイ。はい、さあ、相変わらずね、ちょっとネルさんに頑張ってもらって、ここまで来ました。ネキドーでね、聞いてる3人なんだよ。はい、ということで、メキド当たらない。一人でやる分の方がいい。メキド今、当たったね。死んだね。死んだ。当たった。ということで、あの、ハードさんのキャラクターはね、TP 表記すごいね。39編。いや、低い。まだ低い。まだ低い。他のやつに比べたらもう、消えだよ。他のやつに比べたらさ、金魚の糞だよ。消えたら、あの、足元のガラスとか見ると。はーい。タコさんのメキとね、あの、貫通性があるんだよね、唯一そのキャラクターは。重いなぁ。当たらない。透明解除されただけなんだけど。さあ、ということでね、タコさん、はい、やっぱやめた方がいいかもね。うん。当たりづらい。うん。あの、ダメージ、その、俺らがやっちゃうから、一発ダメージ与えたら、あとは俺らがやっちゃう形の方が、いいかもしれない。で、支援をしてもらってで。いやー。レベル50だからね。そう。ハードのプラントぐらいならいけると思う。あのですね、レベルでちょっと上げてたんだけどね。うん。もしかしたら俺、セーブせずに寝てやめちゃったかもしれない。どこへかかってるの？スラダン。まあ、ということでね、ひとまず、まあ、ここの面ぐらいは多分いけると思うんだ。あの、前回。ハードの遺跡をちょっと3人で行った時にチェインで、あーしゃっくりが止まらん楽しいね。あのチェインをね、ひたたたのチェインをやったらね、ちょっとこれはさすがに当たらないでしょ。これからうっちょくよかったね。チェインがだいぶすごいからかなり強かった。ハコさんも頑張ってちょっと貯めるようにして、うん、だから仮装ぐらいの時にボスの前ぐらいでちょっとあのネルさんからあれもらってアブリ待機。そうだね、それで実際帰っちゃうと、あの、あれしちゃうから全部消えちゃうからね、消えちゃうからさ、帰らない方がいいんだね、やっぱ帰るにしても、まあ、チェイン取ってからっていうのがやっぱそうだね、安定感、安定ですな。正直ハードの、ハードだからってオルガフローを舐めちゃうちょっとね、痛い目に遭うからね、確実ノーマルでも痛い目合ってるからね。それな、でね、ハコさんさ、あいついいんじゃん、地面、こいつこいつはメキトでやった方がいいかもしれない。沈んじゃうから。でもね、ダメージ与えちゃうとダメなんだよ。あ、そういうこと、うん、潜っちゃうからスライムと一緒。だから逆に俺らが凍らしてハコさんがひたすらスライムの方がまだ楽、まだ楽だね、うん、こいつ動き早すぎるんでしょ。はい、あの、はい、伏せるぞ。いやもう普通に殺しちゃった方がいいんじゃないの。凍らしつつは俺のメキと当たんねえし。当たったね。おー、凍ったわ。あいつ出たら俺とネルさんでさ、凍らせよう。あ、はい、まずはサンダーラン。サンダーラン。凍らしてからサンダーラン。ギルフィーやつがいい。伏せ伏せ。凍らす。あのね、ラコニウムを持ってんだけどさ、俺一人の時ね、ホイエとラホイエばっか使ってるの。火力がすごいよね。上がるから。メキと使わなくてもいいか。だから私、この、ごつい体に見合った武器を持って。ギルティーWhat? やっとこつめの武器。見た目に合う。死んじゃう。見た目に合う。まぁ、あ、ちょっとプラントだからちょっとさっさと行かないと。これあの、okay. 俺らはあれだから、ベリハの遺跡までやらなきゃいけないから今日は。でや。最終ステージと最終ステージだからね。いやー、暑いよ。暑いよ。今回だいぶ暑いよ。これから本番見。後ろから持ってます。あー、こいつ。何この。いてーす。あーいいっすね、これ属性値高いとやっぱ入りやすいのかな。これのやつ死ぬ前やってこと。いや、うん、もう途中言ってないんだけど、これ俺痛いやつ。ホイエ銃撃った。ホイエ銃とか俺を消防すぐ俺をアタック使う。いやーいいよ、持ってきなかった。もっとあれレンジャーだよな。ハンター3人かい。ハンター3人だね。ハンター3人フォース1人。あれレンジャーじゃなくてハンターでもないから。こいつなんだ。お前職業なんだ。多分ロボットってだけだね。職業ロボットだから。いやロボット。なんだバカな。あ、倒れねえや。倒れねえ。倒れないね。ハコさんの強化のおかげだから。混乱直せる。待って、あ、TP、ジョアン、いて
こらー痛かった。何しとんねん。こう、お、どうした、余裕で殺したと。いいや、あ、逃げられた。俺の真後ろなんですけど、ふこさんのそれ、あれだよね、ゾアからしたらすごく嫌だろうね。クソ範囲攻撃で、クソ範囲攻撃だわ。バリ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 出るね。でも死んだら目に見えるぐらいたまるよ。ちゃんと高圧ガス300あるわ。たま、たまった。きた。よし、行こう。さっぴざにたまった。たま、よし。行くぞ。行くよ。はいよ。せーの、はい。はい。はい。オッケー、ゴー。でかい。なんかゲットしてないわ。さあ、チェーン4つ分。これできるのなんだろうね。ひなぞはなんか、ちっちゃい。呼んだって感じ。呼んだ。グルーリム。ビカビカ。お、できた。なんか、お、待って。おっと、地面がない。魔法陣が強い。魔法陣がない。魔法陣がない。これでか強いの。これが、めちゃくちゃ強い。防御力も、アホみたいに上がってるっていう。攻撃力も攻撃力も防御力も、ガン上げされてるとかなんだ。攻撃力は200くらい上がったんだな。あの、攻撃力俺関係ないから、食らってみないとわかんない。いっと。攻撃力多分全然減ってない。ちょっと、ダメージ食らってみて。なんでお前。さんが死ぬか死なないかがちょっと出たな。それでも死んでも困るんだよ。まあまあまあ、それはそれだよね。おお、強攻撃でもう400、お、全然倒れねえ。350705。やべえ。火力、火力お化けになってる。火力がおばさんや。350がすごい出る。まだ来るね。モルカス、いたー。そいつは倒れるんだね。俺そいつ死ぬかもな。そしたらミキ死ぬ、ミキ死ぬ。いや、もう殺すわ、その前に。俺そのままイカにちょっと攻撃食らってくる。よっ、落ちた。ディミートディンベ、あ、もう俺拾えねえわ。ガトリングで俺ももういっぱいいっぱいです。私にダメージを与えてみろ。お前の命がない。しない、イカミスアタック。あ、さ、それの声でさ、人の夢は終わらねえ。人の夢は終わらねえ。いてえ。終わりそうだった。おい、俺が言ってもなかった。俺らの夢終わりそうだよ。終わってる。でも、やっぱ、うまいね。会いたい。似てるんだよな。似てるんだよね。当時ひろきさん。え、そっち。すごく嬉しいけどね、そっちは。違うね、でもね。あ、出た。あ、もう銃だ。銃で、バリスタだ。あ、バリスタ。シャオランですか。俺、ごめん、確認つっても俺使えない。使えねえのに取るんじゃないよ、あんた。あ、バリスタだ。はい、ちょ、バリスタ108だもん。どれ、サムネとかじゃない。お、なんか、もうマシンガンだから。マシンガンだから。じゃあ、このゴミ使ってくよ。いっぱいあるんだよ、いっぱい。マジで使える。バリスタさ、もらったけどさ、使えるようにやりたいんだよね。命中力上げるしかないから、やっぱゴッドアームとかいっぱい手に入れた。そうねー。いや、でもやっぱりこの状態でマシンガン使うの鬼だな。マシンガンとかいいですね。魔法強いって言われてるけどさ、マシンガン強いよ。マシンガンと魔法が強い。あ、マシンガンはバカ。フルイド、フルイド。マシンガンはバカ。どっかでさ、また罠みたいなのあったら貯めるか。そうだね。そう、あのネルさんもほぼほぼやばい状態。あ、今マークがちょっとライフしたよ。オッケー、終わり。オッケー。ああ、三人マシンガンバカだね、これね。これマシンガン使う俺。ああ、マシンガン気持ちいい。なんか爽快感が違う。これうちらあれだね、よくないね、これね。これよくないね。これちょっとしたバイオハザードだよ。そうだよ。バイオハザードの無限だよ。バイオハザードの無限状態だよ。弾無限状態でこれ今遊んでる状態だよ。うちまた一人で、あのなんだ、あのそんなに強くない。あい。俺やっぱ上がってねえんじゃねえ説。いてぇ。タコさんだけ今もう無知になってる。パシーン。あっ。開いた。
こ罠なんだ。多分ちょっと積んじゃう。どうせボス前に一回戻るでしょ。そしたらみんな退場する。そうだね、わかりやすいね。俺が一体何をしちゃってるんだよ。あ、お、パワーマテリア落ちたよ。パワーマテリア落ちたよ。やったね。あ、ごめん、ネルさんって言ってた。ネルさんでも前回使ったけどね。パワーマテリア使ってないけど。ネルさんなんかパワーマテリア使ってるイメージ。はぁ、あ、ミキ落ちてるよ。取った取れた取った取った、ミキ取ったよ。ミキ取った、やめた、使っちゃいなさい。てか、あなたが取ったんじゃないでしょ。でもネルさんだぜ、取ったの。え、ネルさん使ったもしかして。いや、使ってないもん。別に使っちゃってもいいと思うよ。正直だって最近パワーマテリア買ってねえよ。すごい使った。目の前で使いだったあいつ。あいつ最近使ってないパンって言ってる。だからパワーマテリアしか使ってないんだって。あ、そういうことか。ボスだよしか使ってないのか。でもだからって納得はできない。そうだよね。どういうこと。あ、待って、それだと、あ、 PB 渡してちょっと待機するか。あ、おい、ほんとだ。そしてうちらは TP の回復にもなるから、その間結構になって。俺もそう、俺も TP か。はい、ありがとう。我々 TP 回復しないとまずいからします。まあ、一旦戻るけどね。さっきの順番で、うん、3、2、1、はい、はい、でここが同時に押してるからさ、タイミングが分かんないんだよ。トン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 パンパントンパンチェリーは合ってるんだろう。だってここ二人に関して自由でいいんだもんね。一応ハーフさんのワープに入ること。はぁ、またはなんかもう魔法人、片っぽだけ魔法人ない。俺魔法人ない。ピキャー、はい、ゴー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 。ワリオ色、ワリオ色。プラントです今。プラントのボスです。次回のプラントはボスです。ナミヘイです。ナミヘイボスと戦う、ナミヘイ髪の毛が増えるの2本です。明日も見てくれるかな。じゃんけんぽい、うふふふ。